皆さんこんばんは。ティモンフィールドスタッフの鈴木です。黒野浩二です。今日は、ナイターの撮影ということでベリーパークインフィッシュオン大善寺さんに来ております。フィッシュオン大善寺さんではナイター営業、夜の7時50分から、夜の9時半まで営業しております。この特殊な条件下の中で、普段自分たちがどのように、攻略しているかをご紹介できればなと思います。黒野さん、今日はよろしくお願いします。おレッツゴー行くぜ。黒野さん、ナイターの時に使うルアーおすすめは何でしょう？基本的にはもう自分仕事帰りによく来るんですけども、もうピアロ 1.6 1枚だけでいつもほぼ釣りしてます。まあその時にちょっと渋くなるとティアロのチビティアロの 1.2 とか1とかどんどん小さいシルエットで釣ったりしたりしてますね。なるほど、了解です。それでは、実際に実調スタートしたいと思います。さあで釣るぞ。釣りましょう。今自分が使ってるのは僕プロデュースのクログローの 1.6 です。自分は、ティアロ 1.6 の、ソリッドブラックです。あああ当たるんだけどね、ちょっとね今失敗しちゃいました。ちょっと今ね久々のね動画撮影なのでね、ちょっと今ねすげえ緊張してます。あ最近ね夜来てんだけどね、だいたいカウント初め4から始めて徐々に落としていったり上げていったり、まだ魚が少ないもんで結構レンジが今ずれますね。あーショートだな、当たるんですけどね。あー今日ツンツンバイトしかないんですけど、ツンツンと多いね。なんでなんですかね、今日晴れてたからですかね。どうですかね。来ました。はい、僕が考えたクログロ、この夜用に作ったからです。ナイタースペシャルです。またちょっと光らしてやります。 UV ライトで光ります。やっぱグロー入ってた方がいいのかな。はい、来た。鈴木さんやるね、さすが。まあこんなもんですよ、単色の黒。あ自分はよく座ってやるんですけども、もう立つ、ただ仕事帰りで疲れちゃってんでヒットです。結構今上目にいましたね、カウント3で釣れましたね。おお、よく引く、よく引く。あれ夜のネット、はい、釣れました。上あごバッチグーですね、カウントバッチグー。もうねナイターってね、なんかね昼間っていうと結構ルアーローテーションっていうのが結構あるんですけども、本当僕ここをオープンしてからもう15年20年ずっとやってるんですけど、通ってるんですけども、本当夜ルアー1枚だけでなんとか釣りになっちゃうんですよ。もうそれが楽しくて、一人よりかそれで釣ろう、1枚のルアーで釣るっていうのが楽しくて。はい、おダブルヒット、ダブルヒットです。あべべべべ、
いい練習になるんだよね、うん、本当に大会前とかね精度上げるために来て、はい、練習するっていうのもありますし、あとここの場所って結構すり鉢状で中層を釣る釣りが多いんで、うんうん、中低層の釣りがやっぱどこの場所でもみんな今大会っていうと上か下かっていうのがあるんだけど、ね、中層の練習ね、うん、探って釣れるようになると多分みんながやらないレンジでね、うん、結構強い、うん、強くなれます、ね、なれるよね、うん、もう糸も見えない状態なんで、あの手感度重視の釣りになっていくんで、どうしても そうだね本当、うん、感覚の釣りだね本当ね、そうあのそういう感度重視の釣りをするにはナイターってすごくありがたいですよね、はい、で自分ナイターやってる時は本当トラブルするのが一番嫌いなんで、ナイターでだからもうナイターの時はいつもナイロン、うん、でナイロンで当たりがうまく取れるようになれば他のラインもパラダイスですからね。いや本当そうね、夜エステルラインとか使うとちょっとね、たまにエステルも自分も散々やったんです、感度とかいいんですけど、あれなんかももっちゃって、もう夜の釣りでももるともう自分目が見えないもんで、もう結構辛いんですよそうですね、そんな時自分が直したりしてますね。そう今までね、いろんな釣り行ってね鈴木くんないでも直してもらってるから今日これ自分なんかちょうど今仕事終わりに来てますけど、やっぱナイターがあると仕事終わりに来れるのがやっぱ一番いいですよね。ほんとほんのちょこっとでいいんだよね釣りはね、うん、そう本当に。で他のアジングとか行くと坊主とか食らうから、うん、そうこのね大善寺さんだったら釣れないことまずないもんね。そうね、まあ必ず魚と遊ばしてもらえるからね、うん、もしね釣れないことがあったらもうクロちゃんがいればすぐクロちゃん捕まえて、あのどうやって釣れるんですかって聞いてもらえれば、昼間の釣りはダメかもしれないけども泣いたら なんとかなりますね、うん、はい行きました。なんか上で釣れたね今ね、うんうんうん、下のレンジはなんかあんまり良くないね。はい釣れちゃいました。お、なんだよプロ釣るな、さすが。ナイス。今のよ、うん、レンジどんぐらいで釣れたのプロは。今3とか。あやっぱ上だね、うん、なんか下に行けば行くほど当たんなくなる。当たんないよね、うん、やっぱ上だよね、うん、上落としても5まで。あだよね、そんな感じだよね、うん、今ね。おな調子いいなプロ、さすがだよ。まあまあ仕上がってきてるから。あ俺はなんかまあおじいちゃんは大変だあちこちで痛くてよ。エキスパート上がんないといけない。頑張れこの調子で。こっちなんか綺麗。はい来ました。はいこっちもやるな。はい釣れちゃいました。はい、いやおもろ。おもろいね、うん、おもろい。やっぱ釣り合いやめらんないね。やめらんない。じゃあそろそろ当たりが遠のいたので、得意の僕らの事務所前に移動します了解。ちょっとこれレッツゴー行こうぜ。やりますか兄貴。そうですね、移動してきたんで頑張りましょう。ちょうどさっきやってたところの対岸に今もう来ています。
ここが今いつもクロちゃんがやってるポイントです。さてレッツゴー行こう。やりますか。おレッツゴー。あくそーミスをしてしまいましたね。かっこいいとこ見せようと思ってた。ナイター大善寺のチューニングをやります。こういうグローシールが釣り具屋さんに売ってるんで、これ1個取ってこの後ろのとこに、ちょっと今暗いからよく見えないんだけど、もうペタッと貼ってもらって、裏面にも、あと表面も、こんな感じで押してもらえば、まあよく大善寺のナイターでよく釣れるカラーです。釣れちゃうんです。もうこのベースのカラーは何でもいいです。肝はこのグローの点です。まあ僕いろんなルアーで正直いろいろ貼ってやったんですけども、大善寺に関してナイターに関してはもうこれが一番です。だ仲間の人間も結局はもういろんなルアー使っててもやっぱティアロが一番釣れるよねってみんなに言ってもらってます。あ、ごめんね。またそうやって邪魔するんだから。これは趣味だから。これ俺大好きなのね、プロのこと。じゃあこの魚が好きみたい、プロのこと。これは僕のナイターカラーです。手抜きカラーなんですけどね。俺ひねくれもんだからさ、みんながピンクとかさ薄い白とかしてると、黒で釣りたいとか茶色で釣りたいとかさ。そうですね、本当にバカ野郎だからさ。本当ひねくれてる。ひねくれてんだよね俺。ペピーノで来たぜ。ペピーノ、あ、プラグ使ってんの。そう、ちょっとスプーンに飽きたんでプラグで。あ、うわ、入れ食いだ。今日はなんかプラグの日なのかね。リアル、リアル。蛍光グリーン。おお、蛍光グリーン。夜結構蛍光グリーン釣れるんです。ペピーノ結構ねナイターで調子よくて、まあよく釣れるよね。釣れる。俺も自分もたまに使うね。スプーン調子悪いなと思った時にペピーノ投げると結構いい感じなんだ。ペピーノ入れ食いだね。やっぱペピーノが釣れるんすよ。じゃあプロ、はいはい、この夜の状況で文具で捨ててみてよ。どう？文具。文具。文具。なかなかレアでしょ？レアっすね。でもそれはやっぱあれじゃないですか？相手プロにやってもらいたいんだな俺。文具ね。このラインが見えないとこでこの手の感じるあれで釣る。釣れるかな文具。じゃあプロ早掛けやってみますか。たまには文具勝負で。いいっすよ。たまにはね。まあ負けるわけないじゃないですか。急遽プロと文具対決します。早掛け一匹いくよ。はい、っレッツゴー。これなかなか難しいんだ。難しいんだ。あ、当たった今。あ、よく当たるね。当たり前じゃん。さすが文具の生みの親。違います。いろんなやり方あんだよ文具には。すでに今はねテンションかけて落としてる。あ、こういうもうラインが見えないんで自分今、
だからもうテンションかけて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 落として、うん、それで触ってきたのを釣るって感じですね。なるほど。うん、むずいね。むずい、これこのむずいのがまたね、たまらんね。だあ、くそー、よっしゃい、兄貴負けました。やったぜ、すいません、やったぜ。もうで、あ、すいません、プロ、え、針がついてませんでした針がついてませんでしたちょっとね、夜で見えなかったです。嘘でしょ。ほら、あ、ハンデですね、ハンデ、ハンデ。あ、プリッキーいく、プリッキープリッキー、プリッキーで、プリッキーいく、プリッキープリッキーで早掛け勝負じゃないですか、上がります勝負。よし、じゃあそろそろ、明日の仕事もあるし、結構たくさん釣れたんで、最後新作のプリッキーで早掛け勝負しましょうよ。おもれえな、頑張りましょう。またね、うん、自分たちまだね使い慣れてないです。はい、はい、フェアに、フェアに行きますか、はい、じゃあ一本早掛け上がります勝負、よーい、ドン。ああ、すごいな、プラグの。やばいよ。はい、プロ。ヒット。ちくしょう。プレッキー。バレた。バレ、ナイス。パフォーマーだろ。おいっとー。来たぜ。あ、バレた。バレた。ちょっとさ、うん、どうなっちゃってんの。まあまあ見ててください。じゃあさて釣ろう。やっぱレンジはもうちょっと下なのかね。うん、でも結構さっき上で当たったりした、当たったんだよね、うん、だから今一瞬止まっちゃったよね。止まった。なんでだろうね、不思議、ほんと不思議だよね、この魚っていうのは。あっち行ったりこっち行ったり行って、本当にしかも2人揃ってバラしてますからね。それか当たりが遠のいちゃったよ、うん、危険信号がいったのかね。そうだよ、やばいルアーが来たっつって。ああ、うわ、マジで。はあ、まだな。からのからの、いやー、負けたー。今回は僕が勝たせてもらいました。ちくしょう、プリッキーです、プリッキープリッキーやばい。はい、実調終わってどうでしたでしょう。釣れたルアーとか。今日はね、いつも通りね、自分で使ってるね、メインがティアロー 1.6 の、まあ、シール貼って結構やってるんで、それと、うん、プリッキーが今日はよく釣れましたね。いいっすね。鈴木さんどんな感じだったの。自分もベースはティアロの 1.6 の単色の黒、定番でね、夜って言えばね、夜の定番の黒、うん、まあ自分もやっぱプリッキー、あ、プリッキー、はい、うん、あとはペピーノの蛍光グリーン好きだよね。そう、夜はね、この蛍光グリーン、なぜかこれはよく釣れるんでね。わかるわかるわかる。やってみてもらえると、まあそんな感じでね、はい、やっぱベースのティアロ 1.6g っていうのはいつでもやっぱ釣れますね。やっぱもうないと釣りになんないね、ここだとね。そうですね、うん、ほんとそう思う。もう昼間も一緒だよね、夜だけじゃなく、まあ、うん、昼間はね、ちょっと他の色とかでね、その辺のカラーの紹介はね、自分前回の動画でしてるんで、そっちを見てもらえればいいと思います、はい、大善寺さん、ナイター営業7時50分から9時半、はい、営業してます。で、その1時間半で大人で1100円、そう、タックルベリーの会員さんですと1100円でできますので、仕事帰りにサクッと釣りしたいなと思ったら来てもらえれば、そこでティモンの製品使ってもらえれば
たくさん釣れると思いますんで。だね。で夏から冬までずっと営業してますんで、そこで皆さん使って遊んでみてくださいね。クロちゃん、まあそうだね、うん、クロちゃんも年中いますからね。まあ僕は週に 2,3 回来てます。もうぜひ見かけたら声かけてみてください。大体事務所前でやってるんで声かけてください。あの釣り場でうるさいおじさんいたらそれがクロちゃんなんで、まあ、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。